そこでその日本型経営システムの、ポイントというのは、複雑系の仕組みということで理解できるというのが私の議論であります。複雑系、例えば人体というものがあるわけです。体というのは非常に複雑にできてているわけですが、しかし全て同じ DNA を持ってるとこが驚きなわけですね。全て DNA、 同じ DNA を持ちながら、それが他の細胞との協調で機能分化していく、心臓になったり肝臓になったりするっていうことをやってるわけですね。こういうのは複雑系、これに近いことが日本型経にあるのではないか。次世代モデルっていうのがあるわけですね。次世代、超次世代は鉄とかコバルトですけど、これは、普通の状態では、磁力はないんですよね。で、ところがそれにコイルを巻いて電流流して磁場をかけてやると磁石になるわけですね。で、面白いことは、電流を切っても磁石が続く。それは、各、最初、バラバラであった磁性の方向が磁場によって一定方向になる。そうすると今度、各要素の磁場が、他の要素の力で一定方向になって磁力が残るという仕組みがあるわけです。で、これはミクロで、選択する自由があっても、そのミクロの選択がマクロの全体の秩序を作る。で、一旦秩序が作られると、マクロの秩序がミクロの行動を拘束する。ミクロ、マクロのフィードバック。フィードバックっていうのは、昔から議論されてきたことですが、もちろんこのイジングモデル、次世代モデルの中心になるイジングモデルっていうのも、1920年代からの議論ですから、新しいというわけじゃないんですが、そういったそのミクロとマクロが、フィードバックして自生的に秩序を作っていくというのが、面白いところでして、そういう複雑系というものを、アナロジーとして日本型経営システムを理解することはできない。現場での情報を重視して、それを共有して、それぞれが役割を果たしながら目的を達成していく。階層的な上から下への命令、下から上への報告という組織形態と違って、現場の間での情報共有というものが、秩序、秩序というのはその現場の人のモラルを定めていくというふうなことが、起こるというふうに理解できるのではないか。浜口英俊さんという人が「勧進主義」というのを言っております。勧進主義。
人間を逆にして肝心だ、まあ、欧米が個人主義というのに対して日本的なのは肝心、人と人の間柄というものを、重視しているということが、浜口さん指摘提唱されているわけですが、企業の組織というものもその上下の関係、上からの命令、下からの報告という仕組みというよりも、その現場の人々の間柄、関係というものが重要ではないかと、日本型経営システムの、まあ、肝心主義モデルということを考えた時の、まあ、複雑系、先ほど言いましたように、複雑系というのは要素の、相互依存を通じて全体が組織化される、秩序を作れるというわけで、日本型経営システムというのは基本的にそういうものとして理解すれば面白いのではないかなというふうに思ったわけです。